7月12日、山形県酒田市の酒田北港に、アジ釣りに来ています。11日の夕方から竿を出しましたが、アジは回ってきませんでした。今日こそはと再挑戦です。昨日朝から来ていたという釣り人さんは、朝8時にアジが3匹、午後にニシン1匹が釣れたようです。昨日は、夕方から夜にかけて、たくさんの釣り人が来ていましたが、誰もアジは釣れませんでした。12日の朝は、暗いうちから竿を出しましたが、アジの当たりはありません。必ず釣れる磯目落とし込みも不発です。これで諦めるわけにはいきません。夕方に再挑戦します。夕方にトリックサビキの竿を出しましたが、反応がないので、ぶっこみサビキでいろんな場所を探ってみます。ぶっこみサビキを使うのは久しぶりです。サビキ針はリアルアミエビ6号です。今回の酒田はキャンピングカーを修理に出しているので天童市の自宅からレンタカーで来ています。酒田北港は昨年の6月に一度来ています。何かヒットしました。何が釣れたのか楽しみです。最初に釣れたのはウグイです。ニシンを期待したのですが残念です。食べますまあまあのサイズですが、ウグイは食べても美味しくないのでリリースします。ぶっこみ仕掛けはコマセカゴに発泡スチロールのフロートをつけたオリジナル品です。ヒットしました。味だね。今度は本命のアジです。やはりここのアジは岸から離れたところにいるようです。アジでした。回遊してくるアジではなく、イツキのアジなのかもしれません。よし、アジ1。アジが釣れて、がぜんやる気になっています。さっき釣れた同じところに投げます。逃げられたいや、やっぱり味はね、どうしても逃げられるね残念。せっかくの味に逃げられてしまいました。茨城県の大津港でも2匹逃げられています。
次のヒットです。ほらまた逃げられた。やっぱりダメだねこれ。また逃げられてしまいました。途中で水面まで上げてしまうと針外れしてしまうようです。何やってんだろうね。なあ、せっかくなくしてるんだけど結構離れたところにいるんだね。そっちにいるのか、なるほどみたいな。ヒットしました。今度は逃げられないように岸ギリギリに寄せてから上げます。いいだけではない。マジか、あれまたこれ外れっからね。外れちゃうんだよね。おーしょしょ、今度は大丈夫でした。2匹目のアジです。また来ました。ゆっくりと寄せます。いやこっちまで来ねえんだよねやっぱりね。あの辺にあの辺に、3匹目のアジです。アジが連続5回ヒットで、そのうちに引き針外れで逃げられています。今日はトリックサビキの竿にはまだアジの当たりはありません。アジは回遊してこないのでしょうか。ぶっこみサビキで釣れているアジはやはりイツキのアジのようです。だんだんちっちゃくなってた。うわこれあヒイラギかな。小さな当たりです。小さな当たりの時はヒイラギが多いです。ん、少し引きが強いのでアジかもしれません。あーヒイラギだ。なんだがっヒイラギ、あヒイラギだ。これ結構大きいね。ヒイラギか、結構大きいやつだ。やっぱり向こうにいる、向こうに離れてるところにいるんだやっぱり。隣の釣り人さんは普通サビキで当たりがないようです。ヒイラギ、ちっちゃい当たりはヒイラギだね。これはなんだ、またヒイラギかな。がっかヒイラギみたいな感じだね。なんか軽い。頼む、味で合ってくれ。アジだ。よいしょ。おほら。せっかくここまで来て逃げられたと。4匹目のアジです。
よいしょ。プカリの中に3匹いたはずなのに2匹しかいません。1匹逃亡したようです。魚の味は賢いです。あれなんで3匹しかいない。え、逃げたかな。あれなんで逃げ終わったか。1匹トリックサビキの竿に初ヒットです。いいだけくんか。なんだよ。残念、ヒイラギです。この後ぶっこみさびきにもヒイラギが来たのでこの日の釣りは終了です。次回は朝もぶっこみさびきで釣れるのか調査します。最後までご視聴ありがとうございました。両手投げ数の釣りの旅はまだまだ続きます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。